文化功労者検証に際して公表された、肖像写真、小松和彦は、日本の文化人類学者、民族学者、国際日本文化研究センター名誉教授、元所長、埼玉大学フェロー、修羅大学アドバイザー、交渉文芸論、妖怪論、シャーマニズム、民間信仰などを研究、東京都出身、修士論文において、杉山演技を構造分析し、 その後も、説話や絵巻などを構造主義の観点から分析していった。また、月物伝承について、表励新講論でアメリカの経済学者、ジョージ・ホスターの限定された富のイメージを援用し、貨幣経済が浸透した金星社会において、月物筋に負のイメージが見られるようになったとした。妖怪研究において、 これまで柳田国夫が妖怪を神の霊落したものであるという考えが一般に普及していたが自身のフィールドである高知県物部村で山卯が神に祀り上げられる事例から神と妖怪が人間の働きかけによって転移可能な存在であると指摘した高知県物部村では恩明道の要素を含む民間宗教イザナギ流を40年以上にわたって研究し イザナギ流の研究にまとめている。一巻、月物 ISBN4 から3096139182巻、妖怪 ISBN4 から3096139263巻、カッパ ISBN4 から3096139344巻、鬼 ISBN4 から3096139425巻、天狗と、 山浦 ISBN4 から3096139506巻。幽霊 ISBN4 から3096139697巻。偉人、池贄 ISBN4 から3096139778巻。教会 ISBN4 から309613985。第1回。人は、いかにして、神になるのか。藤原鎌足第2回。史上最大のたたり神。 ストック上皇第3回、北朝の寺、南朝の社、後代醐天皇第4回、怨霊から検証神となった、義民、桜総五郎第5回、神になることを望んだ権力者、豊臣秀吉第6回、東から全国を照らす神、徳川家康第7回、芝と敬愛の、記憶装置、西郷隆盛第8回、祭りでが神を生かす、おたけ、増田慶太郎、 ありがとうございます。